皆さんこんにちは、チョコバナーです。今日はインフルエンザながら、もう待ちきれなくてとりあえずローソンに行ってきました。じゃじゃーん、ポップティーン5月号を買ってきました。ありがとうございます。で、5月といったら何ですか皆さん。ゴールデンウィークじゃない、私の誕生日があるわけです。私の誕生月に表紙がリージ君っていう、このなんだろう、幸せな感じ、うん、こちらのハニーシナモンレザーポーチとミラ、これを開封していきたいと思います。まずこちらがラベンダーのレザーポーチ、中がこんな感じでふわふわの素材になってます。これいいかも。なんかね、こっち使ってたんですけど、これね、ここはね、なんか剥がれてきちゃったの、このジッパーの部分。じゃあ今このバッグに入ってるものを入れてみます。はい、こんな感じ。このポーチに入ってたものが全部入った感じです。中身はつけまのり、クリームチーク、リップ、マスカラ、アイシャドウ、コンシーラー、アイライナー、チーク、グロス、お直しのお粉、全部入っていい感じでした。でもう一つミラー開けていきましょう。はい、こんな感じで超何これフェミニンな感じになってます。パカッと開くとここにミラーがついてる感じで、コンパクトのサイズですね。あの、学校に持ち歩くのにいいかもしれない。はい、そんな感じです。で、中身はね、リュージ君のページ、初デートで可愛いと思う女の子の春服はデニムにトップスをインしたスタイルが大好きですということこの間この学校で東京遊びに行っちゃったんだけど、どうしよう、リュージ君見られたか、あ、やばい、待って、そっからの人の覚えでこう来るみたいな、そういうのありますかね。はい、今月号のポップティーンは無条件でね、表紙を見て買う人が結構多いんじゃないかなと思うんですけど、付録はこんな感じで、すごいたくさん入るポーチと、すごい学校に持ってきやすいサイズの新学期とかこれ持ってったら女子力高いなと思われるんじゃないでしょうか。こういうミラーがついてる号でした。すごいおすすめです。もうリュージ君乗ってるだけでもおすすめなんだけど2点セットがあれば新学期、そうだね、カバンの中がすごい可愛くなるんじゃないかなと思います。皆さんも気になったらぜひローソンで、私は買ったんですけど、コンビニとか本屋さんで見てみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。